はい、こんにちは。今日はですね、こちら、三和製の、プロポ、おなじみのですね、M17 のキャリブレーションに関して、ご説明させていただきたいと思います。後ほどね、液晶パネルで見れるキャリブレーションの画面を見ながら、一緒にキャリブレーションしてみましょう。キャリブレーションというのはですね、まず0の1と、100の1、0の1と100の1、右に切ったとき、左に切ったとき、スロットルをフルで引いたとき、スロットルのニュートラル位置、スロットルのブレーキの位置、これをそれぞれ、こう動かしたときにどの位置にあるかというのをまず、信号として確実に、送信機の、ポテンシオメーターですね、抵抗を介して、それをデジタル変換するんですが、それをまず定義します。どこが0なのか、どこが100なのか。これはですね、ポテンシオメーターというのはアナログの抵抗でしかないので、これはね、使っているうちに必ず変化するんですね。これはもう致し方ないというか、起こって当たり前のことなので、それに対して、デジタル側は常にズレは補正しなければいけないんですね。でこれはきちんと補正する機能がついている、それがキャリブレーションです。なので、ある程度使ったら必ずキャリブレーションしてください。そのことでね、びっくりするほどきちんとした信号が、間のね、こう分解能があるわけです。0から100までを割っていくわけですね。こういうふうに、それがすごく確実に正確に割り振られるので、途中のこうステアリングを切っていたところとか、スロットルを引いたところのスムーズさが全然変わりますから、これはね、ぜひ行ってください。自分でできることですから、一緒にやってみましょう。それではちょっと画面の方に移ってみますね。はい、それでは、実際にキャリブレーションの作業をしてみましょう。一緒にやってみましょう。まずですね、これがホーム画面になります。そこから、はい、ここからですね、システムを選択してください。システムで、システム画面からここにあります、これがキャリブレーションです。キャリブレーションを選択します。そうしますと、まずステアリングとスロットルと両方分かれてますんで、じゃあまずステアリングからいきましょう。ユーザー、セッティングユーザーを選択してください。この状態で選択します。で OK と出ます。そして、まずじゃあ左にいっぱいに切りましょう。で OK、 離す、今度右いっぱいに切ります。右いっぱいに切りました。でこれで右と左の、ステアリングの量が記憶されました。で、アジャスト OK と出ますので、初めに NO が選択されてますので、 YES の方を選択します。そして中央のこのボタンを押します。はい、これで、完了です。そして戻っていただいて、今度スロットル、ユーザーと出ますので、また選択します。で0で OK、 これがニュートラル位置です。そこから、まず排側に全部引きます。はい、今度ブレーキ側に、はい、これで、アジャスト OK、NO が表示されますので、YES 側にします。そして中央のボタンを押します。はい、これで完了です。すごくね、効果的なんで。それでもね、どうもプロポの調子がおかしいなと思った時は、ぜひね、サービスセンターの方に送ってください。必ずね、いい状態にして、プロポは、送信機はね、トランスミッター、ラディオ、いろいろ言い方ありますけど、必ずいい状態にしてね、三和さん戻してくれますんで、ぜひ試してみてください。それではね、今回ご紹介したのは、キャリブレーションに関してでした。もう一度説明しますね。この画面からシステムを選択します。そしてバインドの下の方に行きますと、キャリブレーションの画面出ます。でキャリブレーションを設定します。ステアリング、ユーザー、OK になったら
左に切って、右に切って、そしてイエスを選択します。そして戻ってスロットル、ユーザーからメニュー、ニュートラル、OK でハイまで引いてブレーキ、そしてイエスを選択します。はい、これでキャリブレーション完了です。簡単ですよね。ぜひやってみてください。非常に、いいプロポに、調子が戻ると思います。今回ご説明したのはキャリブレーションに関してでした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。